プール。プール行く。え？何？いや、意外だなって。去年買った水着結構きつくなってきたから、今年くらいは着ておきたいし。きつくって、まさか。高校に入ったら胸が大きくなるって。ちょっと大人っぽくて。私も来年は成長し、このくらいの水着を。完全に死んだ魚の目をレーナだった。サキ先生、新山先生と年が近い方がいいよね、きっと。それはわかんないよ。何それ。なのに全然違う気がする、見た目もな。昼から合奏練習。好き買ったらって言ったらなお母さんだね。あり好きじゃないのかと思ってた。どうして？なんか前にそんなような。好きでも。そうなの？うん。どうして？全国行こうね、必ず。音楽室の鍵ないと開かないから。上の鎧塚みぞれ先輩、いつも私より早く来てるの。いつもで行かないの？まあどっちでもいいんだけどね。別にそういうわけじゃないけど。あ、誘ってくれたんだ。ニヤニヤするのやめて。してないしてない。もう行くの？行かないの？病床効果だよね。そうなんですか、先輩。仲いいっていうか悪いっていうか、普通っていうほど涼しくないんだよな。うわ、そう。僕のちょっと気遅れする。パンタイ焼きとサモサ。何？私、育児のない男はダメだと思う。ん？まあ、そうだね。宇治川花火大会を開会します。ん？はい、いちご。剣だったしね。いっぺんに食べるから。あ、3秒レル。え？いや、食べない食べない。そういえば小さい頃はお姉ちゃんとこうやって。今日のぞみ先輩がフルート吹いてるところ見て。練習の後？うん、話したらフルート大好きだって言ってたから。やめるってことは逃げることだと思う。それができないのにやめたってことは逃げたってことでしょ。レーナだね。そう？普通じゃない。私たちは全国に行こうと思ってる。特別になるって思ってるんだから。全国に行ったら特別になれるのかな。わからない。このくらいできなきゃ特別にはなれない。そうだね。この時間は永遠ではない。大好きな友達ともいつか離れ離れになって、今というこの瞬間を容器に詰め込んで冷凍保存できればいいのに。ことなんて何もないのに。どうしたの？私は好き。ポジティブに捉えたいって思ってる。そっか。やる？うん。なんか久しぶり。また黒塚先輩。クレーに聞こうと思う。先生と付き合ってるんですかって。プロ遅れるよ。嘘、もうそんな時間。ねえ、レーナは誰かのために吹いてるとかそういうのある？今後は自分のためかな。なのでメニューをいただけるかしら、ウェイトレスさん。来たよ、奇跡。落ち着いた。似合ってたのに。もったい。どこに行く？私も当番があるから急ぎ足になっちゃうけど。そ、だから。なるほどね。鎧塚先輩らしいね。
接客業には向いてないよね。何よこれ。思い出しただけで胸焼け。あ、ちょっとやめてよ。偶然に決まってるでしょ。そうなんだ。そうだよ。ならいいけど。いいね。学園祭中止にならなくてよかった。そして小テストの予習してないとか。だ、いや、だって忙しかったんだもん。また明日から練習だね。なみたいな。否定はしない。私ね。当然でしょ。行こう。の金賞。いいの？熱くて息苦しいバラードになる。何が？なんで来たの？お見舞い。あ、ドリちゃん家反対だもんね。ありがとう。これこれ。普通って思ったんだけど。音に似てるかも。やっぱり。私も思った。どうして久美子がそんな顔してるのね。でもなんとなくわかる部分もある。え、久美子ってなんか引っかかるの。そして一番痛い時にポロッと言葉になって出てくる。本気でと思ってたの。あの時はだからなんか引っかかる。ギュッと捕まえてその皮剥がしてやるって。起こしたらかわいそうだね。真っ暗だ。私わかんないって言えばいいのに。だってわかる。さ、レナ。滝先生の。なんで。どうして隠してたの。傷つけたくなかったから。教えてほしい。やばいくらい動揺して。私ら呼び出したの。ここで話してそれで一度忘れようって。ん、こんなこと言うとまた性格悪いって言われるかもだけど、もう奥さんいないんだよ。